こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。ジャズを上達するのに一番大事なこととはっていうのも、まあここが多分僕は結構大事なところだと本当に思うんですけどね。最近はですね、 CD の音質クオリティめちゃくちゃ上がってるじゃないですか。だからレコードマニアの人とかですね、あの浜崎渡るくんはお家結構レコードがちゃんと置いてあって、すごくね、いいスピーカーが置いてあって、ライブ終わったら結構聞くんですけど、もう本当にライブハウスで聞いてるような、もうあのケニー・バロンがもうそこで弾いてるんじゃないかっていうぐらいですね、素晴らしい演奏とかあるんですよ。だからもうライブハウスにいるくらい再現性があるんだけど、でもね、そもそもジャズは CD で聞くものかっていう話だと僕は思うんですね。で、私ジャズ好きなんですって言ってですね、でもライブ行ったことないんですみたいな、すごいよく聞くんですよ。結構いつも僕はちょっと残念だなぁと思ったりするんですね。まあでもね、ジャズ好きなんです、どういうの聞くんですかって言った時に、コルトレーンとかの CD いっぱい持ってるんです、でもライブ行ったことない、これぐらいだったらまあいいじゃいいですよね。一番あれはジャズ好きなんです、誰が好きなんですかって聞くと、いやなんとなく有線でかかってておしゃれだなぁと思ってって言われると、ああまあそのレベルなんだって思ったりもすることはあるんですが、まあでもそれも大事なことですね。ぜひね、そのちょっと一歩踏み込んで、ライブぜひここも CD を買うよりも先に踏み込んでライブ行ってほしいなとは思います。で、まあ、今回上達というところでですね、アドリブの練習のタイプですね、まあ、譜面を買ってきて練習するっていうのがですね、どうしても日本の音楽教育ってこう譜面を見てやるからね、アドリブの譜面を買ってきてそれを吹いてるだけとか、それをピアノで弾いてるだけみたいな人が多いじゃないですか。でもやっぱりあのレコードを聴いて練習する CD 聴いたりとかね、でこうちゃんとイントネーションも合わせて弾いたりとかするとまあいいですよね。でもちろんこれを併用する人もいるね。でもやっぱり一番いいのはやっぱりライブで体感するですね。CD みたいにこう聞き直せはしないけど、その時のね、やりとりとか、そういったものでですね、結局こう、アドリブってこう、インタープレイなんで、誰かが何かやって何かを答えたりとか、いろいろこう、そこ支えたりとか、いろんなことをしてるので、まあこういうところはですね、この4が圧倒的に抜けてる人がやっぱ多いと思うんですよ。トランペットとボーカルのトコ君なんかもう、いろんな人のライブをしょっちゅう見に行ってるんで、やっぱりその好きなんですよね。僕もそうなんですよ。好きなんですよ。だから、そういう意味でもですね、その場のやりとりとかね、表情とか、まあそれは本当にこう演奏の表情もあるし、音の表情もあるし、あと合図、空気感。この辺はもうね、ライブの相手やっぱ分からない部分が多くて、だからそこをライブを見に行った人がいい環境のレコードで聞くとすっごい聞こえてくるものがいっぱいあると思うんですよ。で、まあ音楽を演奏するとのね、二つのタイプがあると僕はこれは思ってるんですね。で、音楽がもう好きで好きでたまらなくて演奏するタイプの人っていうのね、これ僕ももう本当そうなんですけど、もう一つはですね、音楽をしている自分が好きで好きでたまらなくて好きな人っていうことですね。自分が演奏してる自分が好きだから演奏してるタイプの人と、音楽がもう好きでっていうタイプの二人に分かれると思うんですよ。もちろんどっちか振り切ってる人はもうあんまいないと思うんですけど、もちろん音楽が好きなんだと思うんですけど、やっぱりでも音楽が好きというよりかは演奏してる方が好きになっちゃうみたいな、それすごいよくありますよね。で、自分の担当楽器の CD しか聴かない人は結構2の要素が強いと思います。これはその楽器始める前はね、結構何でも適当に聴いてるんですけど、楽器始めてサックスの人だとサックス入ってないと聴かないとかね。僕はクラシックの4重奏とかもすごい好きでよく聴くし、オペラもめちゃくちゃビデオいっぱい持ってるし、聴き上げでオペラ行ったりとか、クラシックの演奏会もあって好きなのがあると見に行くし、だからやっぱりこう、打楽器が入ってなくてももちろん見に行きますし、例えばキース・ジャレットのケルンコンサートはもう毎日聴いてた時期がありますね。だから、もう音楽が好きで、その音楽に対してドラムっていうのはその一部分のこの歯車みたいなところがあるんで、やっぱ音楽の流れとかそういうものを勉強するのがやっぱり、いいのかなとは思うんですよね。でも、行きたくない理由っていうのはすごくよくわかります。これ僕も最初そうでしたけどね。自分の演奏がまだまだで凹むってことですね。まあ、こういうタイプのね、こう演奏、あんまりライブを見に行かない人がですね、盛り上げがうまくできないんだよね、とか、受け答えがね、できないんだよね、っていう人はですね、やっぱもう盛り上げ受け答えはいいライブを数回見たらすぐできるようになると思います。やっぱりその感覚とかその空気感みたいなのは、やっぱりどうしてもライブじゃないとわかんないんで、で、多くのね、ジャズミュージシャンはね、フレンドリーですよ。まあ、フレンドリーじゃない人もいます。トニー・ウィリアムズ全然フレンドリーじゃなかったな。あと、そうですね、でもフレンドリーの人多いですよね。例えば、ブラッド・メルドーのドラムで今、ジェフ・バラードってやってるじゃないですか。まあ、チック・コリアのバンドにいたりとかした人ですけど、僕彼のドラム大好きで、
で、ブラッドメルドで日本で来た時にね、やっぱ喋りかけたんですよ。すっごい、そしたら明日、こう、大須って、名古屋の大須ってところにいて、お土産、日本風のお土産書いてあって、一緒に行きましょうって言って、車で迎えに行って、で、一緒、あるほど歩いてたんですよ。で、5拍子のあのフレーズのあのアプローチが面白かったんですけどって言ったら、あのね、5拍子はね、こういう風にやってて、で、グレナディアのベースがこうやってくるだろう。そこにちょっと、お前、こうやってです。普通に四分音符叩いてくれて、それに対してこうやってやっていって、二人でずっとこう、おっさんが壁を叩いてるっていう状態が起こりましたけどね。それぐらいこう、もう熱心なんですよ。自分のね、こう好き、自分が好きでやってて、本当にこう、気合い入れてやってるものを好きって言われたらね、すごい、こう、ジャズってこう、もう本当にこう、教えたくなって仕方がないみたいな人いっぱいいますからね、得することめちゃくちゃ多いですよ。だから僕デイブ・エクルにレッスン受けたのも、デイブ・エクルのライブ見に行って、楽屋で喋って、明日空いてるんだったら、みたいな話もしたし、エド・シーベメンなんかも全然喋りかけに行って、みたいな。だからそのために英語を覚えたみたいな。英語を覚えたら絶対得すると思って。自分の好きなミュージシャンのライブ見に行って、やっぱりこう、楽屋叩くとか、まあ、ジャズなんかの場合は楽屋叩くまでもなく、こう、ミュージシャンその辺にうろうろしてるんで、お話しかけてですね、ちょっとこう、お話ししたりとか、ああいうことどういうふうにやられてるんですか、みたいなね、なんかこう、質問したりとか、すごいいいと思いますよ。めちゃくちゃみんなフレンドリー教えてくれますからね。ジャズのライブはですね、やっぱり当たり外れってあるんですよ。ただ、当たった時はね、CD の100倍以上の情報量もあるし、100倍以上かっこいいっす。なので、本当のジャズも面白いとかね、僕はライブでしか分からないと思ってるんですよ。で、ライブでやっぱり体感してから CD 聞くと発見がいっぱいあると思ってるんですね。で、僕がこうジャズライブをやるきっかけになったのはですね、もう忘れもしない新宿 J にですね、小沼洋介くんとギターのね、小沼洋介くんと二人で行ったんですよ。大阪さんはその時のことを覚えてるって言うんですね。なんか、ああいうジャズクラブの中で、こんな僕らがまだ20代、ね、中盤ぐらいだね、25とか、小沼くん多分22、3だったんじゃないかな。そんな時に、こう、二人でどんどんずらって入っていって、しかも身長高くて、二人とも軽く、僕その当時ね、多分髪の毛ロン毛だったと思うんですよ。だから、二人髪の毛長いやつが入ってきて、でか、しか身長でかし、180、二人とも180ぐらいあるから、そういう、こう、なんか、ものすごい特殊で、めちゃくちゃなんかインパクトあったもんって言ってましたね。大阪さんが、その時の大阪さんすごくかっこよくて、で、ベースは山下浩二さんですね。今一緒に演奏させてもらってるんですけども、今何大尊敬します。もう椎名豊さんも本当に、ライブもさせていただきますが、もう本当に、可能であれば僕見に行きますからね。時間空けて見に行くので、やっぱり好きなんですよね、聞きに行くのがね。でも、この感動は忘れられないですね。本当にもう涙も出なかったですね。もう本当に、痺れて動けないみたいな感じですね。なので、こう、岡田斗司夫さん風に言うと、やっぱり本当に感動した時って涙も何も、液系のものは出ないってですね。よだれとか、涙とか、液が出るうちはまだダメだ、みたいな。もうフリーズしちゃうみたいな。それぐらいの感じですね。僕、だからエルヴィン・ジョーンズ見た時もめちゃくちゃフリーズしたな。本当にもう腰抜けるみたいな感じだったし。だから、やっぱりいろいろ見ましたね。やっぱジャック・ディジョネットも見てるし、アントリオ・サンチェスも見た時ももう感動したし、もうとにかくこう、名だたる人はほとんど全部、やっぱり見に行きましたね、やっぱり。で、お金なくても見に行ってましたね。で、日本のジャズクラブでよくて、名古屋はジャズイン・ラブリーってお店があるんですけど、ジャズイン・ラブリーもスター・アイズも、ただで見せてくれるんですよ、ミュージシャンは。ジャズイン・ラブリーね、満席の時はね、座ったらダメって言われたんですけど、とにかく後ろで立ってたら全然、ただで見ていいよ、みたいな感じだったんでね、いっぱい見せてもらいましたね、いいライブね。だからやっぱりライブを見に行った時にね、やっぱり本気でやろうと思ったので、やっぱスイッチが入ると思うんでね。で、それは外れだったとしても、諦めずに行ったら多分衝撃的なライブ絶対出会いますから。外れと思ってもね、実は自分が成長したらいいライブになるかもっていうことは、このバンド前見た時外れたんだけど、自分が成長したら実は本当は良かったっていうこともいっぱいある。CD でもそういうのあるからね。前、全然わかんねえと思って聞いたら、ある日聞いたらもう涙が出て止まんないみたいな。涙出たらぐらいダメなのか、感動するぐらいだったらいいのかっていう話なんですけど。だから本当に、まあ、グレートって言われてるバンドであれば、やっぱり自分が成長してもう一回見たらいいかもしれないんで、ぜひ行ってほしいですね。で、ジャズフェスで、まあ、いろいろ一日たくさん見るっていうのもいいし、僕はおすすめなの海外のジャズフェスはね、ほんとたくさん会場2つ、3会場とかあったりとかして自由に見れたりするフェスがあったりするんで、そういうのもめちゃくちゃおすすめですね。日本でもやっぱりね、ストリートとかもあるんで、どんどん行ってほしいですね。で、ライブでの情報量やっぱ半端ないし、単純に分かるとめちゃくちゃ面白いし、ジャズってやっぱりめちゃくちゃ面白い。こう、分かりづらいジャズもあるけど、やっぱりこう、
単純にやっぱり興奮してめちゃくちゃ面白い音楽だと思うんですよ。なので、ジャズを上達するのに一番大事なこととは、やっぱ生の会話を体感するってことですね。ジャズを好きになると。これは大阪さんに言われたんですけど、一番最初にジャズ上手くなりたいですって言ったら、ジャズめちゃくちゃ好きになるといいよって言われて。それで、その時は分かんなかったんで、その後やっぱ CD 聴いて、ある日急にビバップがめちゃくちゃ面白いと思う日が来て、やっぱそういう思う日が来るまで行くのに、CD でもそうだけど、ライブの方が多分手っ取り早く好きになるんじゃないかなと思いますね。だから CD 聴いて好きじゃなくて、ライブ見て好きになってほしいということですね。そうするとですね、おのずとジャズミュージシャンが潤うということですね。まあ一応、これ、笑ってもらえると嬉しいんですけど、笑うために入れたんですけど、でも本当にね、このこう、1940年、50年代の頃って、ニューヨークの42丁目のあたりっていうのはすごいこう、たくさんのジャズクラブが並んでてですね、で、マイルスがライブやってて、隣で、まあ、別のバンドがいっぱいやってた、カウントベッシーがやってたりとか、デューク・エリントンがやってたりして、お互い見に行くんですよ、休憩の時間に。でもうセットの間で、でも隣見に行って、あれ見に行って、みたいな。で、ああ、こんなことやってんのか。で、チャーリー・パーカーにみんな憧れて、チャーリー・パーカーのライブ行って、みたいな。まあ、そういったことで、こう、もう、で、終わったら、みんな、朝までやってるのね、ミントズ・ベイ・ハウスとかでセッションして、で、どん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 ジャズが発展していくわけじゃないですか。ジャズが発展するためには、やっぱりですね、みんながやっぱり見に行かなきゃいけないし、で、ミュージシャン同士で見るみたいな。で、ミュージシャン同士で見に行くと、お店ってお金取れないじゃないですか、さっき言ったみたいに。だから、お店売らないんで、やっぱりお客さんがいっぱい来て、ジャズミュージシャンもいっぱい、こう、見に行き合うっていう関係が、やっぱりいいんじゃないかなって僕は思います。というわけで結論ですね。ジャズを上達するのに一番大事なことというのは、生ライブを見に行こうということでございました。というわけで、僕もね、やっぱり何やかんや忙しいにかこつけて、なかなか見に行けてないですけど、やっぱこれは見たいと思ったら仕事休んでまではいけないけど、なるだけ仕事調整して合わせて行ったりするようにしてます。いいライブ見たらやっぱりね、ワクワクするしね、やっぱりそれだけで、やっぱり幸せになるしね、やっぱりそれだけでやっぱ上手くなった気になるし、実際それって、蓄積していくと本当に上手くなると思うんですよ。なんでね、やっぱり生ライブみんなで行きましょうということでですね、ぜひ、僕のライブもですね、ぜひ見に来ていただき、まあ、調子悪いとかいろいろ組み合わせとかあって、ダメな時もあるかもしれないけど、僕は、大阪さんが僕の人生変えてくれたみたいにですね、今日見に来てくれる人たちの人生をちょっとでも変えたらと思うぐらいの気持ちで一生懸命集中して演奏してますんで、ぜひライブを見に来ていただきたいですし、そんなミュージシャンにいますから、いろんな僕じゃないミュージシャンのライブもぜひ時間があったら見に来ていただきたいと思います。以上です。ぜひジャズを発展させましょう。そして自分たちもみんなで上手くなりましょう。それが一番楽しいと思います。本日も以上になります。ありがとうございました。はい、本日の、内容いかがだったでしょうか。面白かったとか役に立ったとかですね、何かあったらコメントに書いていただけると嬉しいです。そして、よかったらいいねマークを押していただいて、メルマガをね撮っていただけると、見逃しがなかったりとか、資料なんかもダウンロードできるので、こちらの詳細欄から、登録しておいてください。ぜひぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。